ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ウィンズケール原子炉火災事故、について紹介していくぜ。引き続き、原子力事故だね。でも、あまり耳馴染みはないなぁ。チェルノブイリや福島第一原発なんかと比べると、知名度で言えば一段階下かもしれないな。だが、原子力事故の規模を格付けしたイネスによれば、レベルは5とかなり上に位置している。確か、最高がレベル7だったよね。ってことは、レベル5でも相当な規模だと思うけど。一体どんな事故だったの？シンプルに言い表すなら、世界初の原子炉重大火災、であり、また同時に英国史上最悪の原子力事故、でもあるってところだな。英国史上最悪？一体どういうことなの？そこのところも含めてしっかり解説していくから、心して聞いてくれよ。よろしく頼むわ。1947年、核兵器用のプルトニウム製造を目的として、イギリスはウィンズケール原子力研究所を着工したぜ。1947年って言うと、第二次世界大戦が終わった直後だね。ああ。1945年には日本に2つの原子爆弾が投下され、世界中が核兵器の恐ろしさと影響力を目の当たりにしたばかりだった。そしてそれはイギリスも同じだったぜ。なるほどね。だから核兵器を作るために研究所を作ったってことなのね。そうだ。それに当時のイギリスは第二次世界大戦の影響で経済的にかなり疲弊していたんだ。これもイギリスが核兵器開発に急いだ理由の一つでもあるんだよ。あれ？そうなの。でも連合国側だったんだから、一応は戦争に勝った側よね。名目上はな。だけど、戦争に勝つために外国に借金しまくってたんだよ。ああ、なるほど。とはいえイギリスはかつて世界の覇権を取っていたような国だ。戦後の展開で遅れを取ってしまっては固権に関わるわけだ。戦後の列強国に置いていかれたくない、弱っていると思われたくない、って焦ってたのね。そうそう。そんな思惑もあって、イギリス政府はいち早く核開発に注力し始めた。世界中が核兵器の脅威を体感した今、次の覇権を握るのは核兵器をたくさん持っている戦争に強い国だ。ってことになったからな。なんだかすごい怖い時代だったのね。あんな怖い兵器をいろんな国が競って作ってたなんて、想像しただけでゾッとするわ。ともあれ、そんな経緯で建てられたのがウィンズケール原子炉だ。着工から3年後の1950年に1号機が、その翌年1951年には2号機が稼働を開始したぜ。これで西側ヨーロッパ諸国で最初に核兵器を開発し、核実験を行った国になったんだ。どんだけスピード出して他の車を追い抜いたって、それで事故起こしてちゃ世話ないけどね。まあそういうことだな。さて、稼働から6から7年経過した1957年10月10日のことだ。2機の原子炉の炉心から火災が発生したんだよ。ええ。早速事故を起こしちゃってるじゃない。なんでそんなことになったの？まず事故の直接的な原因の前に、事故の背景から解説するぞ。当時戦後の軍拡競争の過程で、イギリスはアメリカと手を組むことにしたんだ。ところがそのためには、イギリスにはクリアしないといけない課題があった。課題？軍事技術のレベルをアメリカと同じくらいまで引き上げないといけなかったんだ。自分よりもはるかに技術が下の国と手を組んでも、メリットがない。それに相手に格下だと思われると不利な条件を突きつけられるかもしれないからな。なるほどね。ということは、アメリカって当時イギリスよりも技術が進んでいたってこと？その通り。何せアメリカは戦争が終わった後も十分な余力が残っていた。しかし一方でイギリスは経済的に疲弊した。どうしたってイギリスの方が遅れを取ってしまうよな。でも、ウィンズケール原子力研究所を作って核兵器の開発に成功したって言ってなかった。それもヨーロッパ側では一番だったんでしょ？そうだ。確かにイギリスは原子爆弾の開発に成功していた。ところがアメリカはその一歩先、水素爆弾の爆破実験にまで進んでいたんだよ。だからイギリスは対等の立場であることを示すために水爆実験を成功させないといけなかったんだ。なるほど、そういうことだったのね。でも経済的にはかなり苦しいって言ってたし、また新しく軍事兵器を開発するための設備なんて作れないんじゃないの。その通り。経済的に疲弊していたイギリスに新しい研究施設を作る余力なんてなかった。そこでイギリスはウィンズケール原子炉を一時的に水爆のための施設として使うことにしたんだよ。ええ。それ大丈夫なの？
詳しいことはわからないけど、もともと想定してなかった使い方するってことでしょ。もちろん、大丈夫ではなかったぜ。原子炉は設計段階で想定されていた以上の発熱に悲鳴を上げていたし、熱が一部に集中して施設の耐熱性を上回ってしまったんだ。いえいえ。現場の人々は、大量被曝や爆発の危険性も顧みず、我が身を犠牲にして決死の消火活動を続けたんだ。そして出火から2日後には、どうにか原子炉も沈静化して消火に成功したぜ。2日で消火できたのは何よりだけど、事故を起こしたのが原子炉ってことは、中にあった放射性物質はどうなっちゃったの？当然原子炉内の大量の放射性物質は外に漏れてしまったぜ。ところが地元住民に避難指示は出されなかったんだ。そのため、地元住民たちは大量に被曝してしまう。出典は不明ではあるものの、一生のうちに許容可能な放射線量の10倍も被曝した、っていう説もあるくらいだ。許容可能な放射線量の10倍？凄まじいわね。また事故当時は伏せられていたが、この事故によって数十人が白血病により死亡したぜ。周辺地域における白血病の発生率も、全国平均と比べてかなり高くなっている。いずれも、事故から30年以上経ってから明らかにされた情報だ。30年間も秘密にされてたなんてひどい話ね。でも白血病の発生率が高いって具体的にはどれくらいだったの？1980年代にイギリスのテレビ局が報じたドキュメンタリー番組によれば、子供の白血病発生率がイングランド全体の平均の10倍も高かったそうだぜ。平均の10倍の確率で白血病に、現在ですら全国平均の3倍はあるそうだ。また事故後に発症したがん患者の症例のうち、240ほどが今回の火災に起因するものである、とも推定された。避難しろって指示すら出なかったんだもんね。そりゃそうなっちゃうわよ。でもそんなドキュメンタリーが放送されたらすごい反響だったんじゃないの？その通りだ。この反響があまりにも大きかったから、英国政府は専門委員会に調査を行わせたぜ。よかったわ。じゃあこれで本当のことがわかったのね。残念ながらそうはいかなかった。専門委員会は調査した結果、白血病の発生率が高いことは事実だが、ウィンズケール原子炉の火災が原因とは断言できない。と結論付けてしまったんだよ。ええ。じゃあ病気になった人たちは泣き寝入りするしかないってことじゃない。あんまりだわ。さて、じゃあここからは事故後のウィンズケールについて解説していこう。これだけの事故を起こしてしまったウィンズケール原子炉は、もはや修復不可能な状態になってしまった。火災が起きちゃったんだもの。そりゃそうよね。だが、施設そのものはそれ以降も稼働を続けていくぜ。ええ。そして、それが新たな悲劇を生み続けていくことになる。ちょっと待って、どういうこと？原子炉はもう止まったんでしょ？原子炉は、な。だが1971年に施設での核兵器研究及び生産が終了すると、これを政府所有の持ち株会社が買い取って吸収したんだ。一体何のためにそんなことしたの？原子炉自体は止まったが、ウィンズケールにあったのはそれだけじゃない。例えば原子炉から使用済みの核燃料を回収してまた使えるように加工する再処理工場としての機能なんかはまだ残っていたんだ。軍用施設としてはもう使えなくても、商用施設としては活用できたんだよ。そうは言ってもあれだけの事故を起こしたのに再稼働なんて、ちょっと納得できないわ。そうは言っても、当時イギリスは経済的にかなり厳しい状態だ。事故があったから一切操業停止、なんてやっちゃうと採算が取れなくなる。少しでもマイナス分を取り返したかったんだろうな。まあ確かにそれはそうなのかもしれないけど。だが、結局原子炉閉鎖以降もウィンズケールでは事故が起き続けた。汚染された廃液を誤って海に流してしまったり、作業中にガスの逆流が起きて30人以上が被曝したりな。なんかもうそこまで行くと施設がどうこうというより、管理体制とかの問題なんじゃないの。その可能性は大いにあるな。何せ放射能が漏洩する事故も、数年に一度くらいのペースで繰り返し起きてるんだ。ひえ。1983年には、こんな話があった。とある環境保護団体が、海洋汚染はやめろ。と言って、海洋放出管を無理やり塞ごうとしたんだ。海洋放出管、何それ？簡単に言うと、作業過程で汚染された処理水を海に流す管だな。え、それは確かに止めなきゃいけないわね。じゃないと汚染された水を海に垂れ流して海が汚染されちゃうじゃない。とはいえ海に放出される処理水っていうのは、普
通は一度蒸留させるなどして捨てても安全な状態に処理から放出されているんだぜ。そうじゃなきゃ、海の生態系や、巡り巡って私たちの健康問題にも悪影響を及ぼしてしまうからな。そうなのね。だとしたら海洋放出管を塞ぐ必要なんてないってことか。普通なら、な。え？この活動家たちも、当然きちんと安全なレベルまで処理された水が放出されていると思ってたんだろうな。しかし現場へ向かってみると、そこには黒い油膜があったんだよ。まさか。この黒い油膜を放射線測定器で測ってみたところ、なんと一瞬で針が振り切れた。計測不能レベルでぶっちぎりに放射線出てるー。そういうことだ。施設の誤放出で汚染されたままの水が大量に海に垂れ流しにされていたんだよ。身の危険を感じた彼らは放出管を塞ぐ計画を中止しすぐさま引き返した。ところがその時に乗っていたボートの底からさえ高い放射能が検出されるほど汚染されてしまったんだよ。最初は無茶するなーって思ったけど、その人たちがそれを見つけなかったら、ミスにさえ気づかないまま延々と汚染水を海に垂れ流していたってことだよね。そういうことだな。なんかもうさっきからありえないくらいお粗末な対応ばかりね。不幸な事故っていうよりも、起きるべくして起きた事故って感じじゃない。その通りだ。そんな事故がかなりの頻度で続いたもんだから、ウィンズケールという言葉に対するヘイトがかなり高まってしまったんだ。環境保全や反核の運動家のみならず、一般の人たちからも忌み嫌われるようになってしまったぜ。そりゃそうでしょ。私もイギリス人だったら、単語聞いただけで嫌な気分になりそうだもん。なので、1981年にはイメージを払拭するために名称の変更が行われた。ウィンズケールと呼ばれていた施設群は、以降セラフィールドと名を改めて操業を続けていったんだ。名前じゃなくて、管理体制とか安全対策を改善してほしいんだけどね。じゃあこのウィンズケール、今はセラフィールドか。この施設は未だに動き続けてるってことなの。いや、施設の老朽化と、そもそも事業採算性がなくなってしまったことのダブルパンチで、2003年には閉鎖が決定したぜ。戦後すぐに作られた施設なんだもんね。老朽化もしてるだろうし、早く閉鎖した方がいいわよ。その通り。とはいえ閉鎖は決定してもそれで問題が解決したわけじゃない。閉鎖させるためには解体作業が必要だし、その過程で除染や汚染対策もやっていかないといけない。やることは山積みだぜ。電源落として排出量、じゃないもんね。本当に難しいわ。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。